早速こっちです。まっすぐです。当分まっすぐです。基本 A5 と乗る運転するし、あれは一緒ですよね。はい、一緒です。これはですか、ガソリンなんですか。ガソリンです。4号 TFSI。 はい、さようでございます。しばらく晴れが続く見込みです。信号が青になった直後は、これ国道はこれだけの国道ですよね。はい、一番右です。ちょっと若干感覚が違いますかね。イーストロン GT と違った、結構なんか押さなきゃいけないって感じですね。おTFSI ですよ。はい。あ、じゃあ A5 と一緒。加速力変わりないって感じです。距離は若干違うって感じか。でも広さってちょっと若干大きいですね。そうですね。ここはあれがないですね。Bluetooth の充電っていうのがないですね。これですね。そう、なんか、あ、 Bluetooth で刺さずに。スマートフォンインターフェースのことですね。刺さらず。はい。オプションなんですが、ついていないですね、この車には。そうかもしれないですね。はい、反応します。ラインアシスタントと、おお、そこまで撮影したくないかもしれない。乗ってみたいけど、お、そうですか。S モデルだけかと思ってました。そうですね。失礼しました。あれ S モデルか。これはなんかもっとなんかちょっと違う。ダイナミック。これドライブモードを変えられますか。はい、ドライブセレクトで変えられます。ダイナミックにしたら。これ選択か。選択した。
アシスタントとかあるんですか？はい、あります。